違うか。わかんない。あれ？あなたの気持ちは分かりました。私もあなたに興味を持ちました。ごきげんよう。弟とヒナからあなた様のことを聞きました。ヒナを見つけて町へ送り届けてくれた上に私のことも助けていただいたとか、あなた様は命の恩人です。本当にありがとうございました。グリシラの姉のエルシェです。レストランをやってもやらされてます。私はこの町の医者で町長も兼任しているシモーヌだ。妻のユキと二人でパン屋をやっています。パンを買わなくてもいいからお話をしに来ておくれね。ご名答。謎としては初級だな。雑貨屋の傍らシードともよろしくやらせてもらって、あんたとも仲良くしたいな。